はい。ひとつきまわさし、清水です。えー、今日はですね、特ダネ。ね。えー、電通公式、えー、札幌オリンピックは失敗すると読める発言がですね、この毎日新聞の記事にありました。ね。それをですね、今日はちょっと本間さんとチクチクさしていくぞという話なんだが、えー、こんな記事もあってですね、これはね、まあ2月の27日なんですけど、札幌五輪から50年、街と暮らしを進化させた興奮と感動の大会20、2030年再び承知のポイントは、これ、フジテレビ。 fnn オンラインなんですけどもいやー。なんという提灯記事かとね、うん、えー、この後で含めてですね。あの元白報堂で東京五輪の滞在を書かれた本間りさんにいろいろ聞いていきたいと思いますえー、本間さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。い,ますいやー、なんかね、あの匿名の広告代理店の方がこの記事の中でですねえー、発言されているわけですよ。うん、なんと言っているかというとですね。札幌のスポンサー集め100%無理っていう言われるか？ ペッパッ広告会社広告関係会社って,書いてあ,るのあのえー、っとねこれはねえー、なんて書いてあるかというと広告関係者だな、うん、ね広告関係でね、うん、広告会社関係者 なんて言ってるか今の五輪はスポンサーメリットは乏しい30年大会で札幌市が見込む800億から1000億のスポンサー収入を集めることは100%無理と断言うんこんなことが言えるやつ電通しかいねえから電通しかいない,い,ない東京オリンピックの広告全部仕切ったの電通ですから、うん、電通に見放されたオリンピック怖いよ怖いねこれは怖いね <laughs> ここんななとになったらマジ怖えよ <laughs>。これさ「スポンサー集まりませんよ」っていうふうにしか書いてないんだけど、うん、この記事にはスポンサー集まんなかったら、うん、足りなかった分は誰が出すんですかねっていう最も怖い話になるわけよこれはええー、普通ビジネスとかイベントってお金足らなかったらやらないじゃないですか中止になるんじゃないんですか、うんうん ねえやらないっていう選択肢があるんだったらそうだけどやらなければならないっていうふうになっちまうと足ら足ららぬぬぬは工夫がが足ら欲しがりません勝つまでは、まあオリンピック東京オリンピックもそうやったな、うん、7000億でできるって言ってたけどあの3兆3000億追加でかかりますって言われて「足らぬ足らぬが工夫が足らぬ絞れ絞れ国民の血税」みたいな感じになりました。なん ととするとでだいたいいくらぐらいかかりますかね、札幌オリンピック。うん、まあやっぱり今さ、うん、3000億以下に絞るとかって言ってるじゃ、うん。っ、まあ、てことは、4倍にはなるから、1兆ぐらいにはなるね。うん、でそうすると、札幌市民、えー、札幌市民って1億人ぐらい人口いるんですかそしたら一人1万円でできるよ。<laughs> <laughs> えー、札幌市の人口は、えー、195万人。えー、でしかもこれ。 多分下がっていきますちょっと足んないね足んないですねちょっと1億人にはだいぶ50分の1以上足らないので <laughs> ちょっと計算真面目に計算してみるとえー、1兆円に対してえー、だから51万円くらい一人当たり、うん、すげえ札幌市民って金持ちなんだな金持ちだすごいなに、ね、所得番付トップ全員が札幌市民札幌市民も すげえなもう札幌は黄金の国ジパングと化した黄金の国ジパングは北海道札幌のことだった <laughs> ってことうんそうなんじゃない、うん、すごいねってこと素晴らしい素晴らしいかで<ー> <laughs> まあ今さうん なんだっけ、えー、札幌市長は札幌市単体の負担は350億ぐらいで済むんだって言ってるんだが、うん、まあその、うん、いやもちろんそれじゃ済まないけれども、うん、でこの電通の関係者がさ、うん、また広告関係者っつっただ電通に決まってんだから、ね、電通以外オリンピックは電通の仕事なんだ、うん、ね あの2030年の札幌オリンピックの担当の電通ってもうすでに決まってるから。<laughs> そりゃそうだ。決まってんだよ。もうすごくねこれ。決まってんだぜ。うん、あまあちなみに言えば2025年の,あの大阪万博も電通って決まってるからね。最悪も最悪最悪も。悪悪もうん、<laughs> で、で、でもこの,この記事はそこに忖度して電、うん、通と書かないで広告関係者っていうけど。うん なの、まあ、電通決まってるんだろうって <laughs> 電通しかやんないんだから、ね、電通じゃねえんだったら実名で出せねえで彼らがなぜスポンサーが集まんないかって言ってるかっていうと、うん、もうとにかくねその東京しかりだかこ,うこれねかなりエポックメイキングな1年だったんだ今年の一年、うん、オリンピックが完全に終了しちゃった1年なんだよ、うん、今年そうですね ウクライナ危機もあってそう2021年、22年、21年、まあに本当は20大会だけど、うん、2ロ大会を東京でコロナ禍でやって、もう、もうボロボロだったと。うん、だってもう誰も覚えちゃいないでしょ、東京オリンピック、うん、誰も覚えちゃいない。うん、だけどやっぱりコロナ禍で強行されたっていう記憶は、多くの国民に残っている。うんうん で、だって、で、さらに、一番広かったのは、やっぱりさ、ね、無観客になっちゃって、うん、国民がさ、自分の記憶とリンクして記憶できてないんだよ、オリンピック、うん、で、すごい批判があったから、うん、多くのスポンサーが CM も打てなかったじゃない。トヨ、うん、タもブリヂストンもパナーも、うん、みんな打たなかった。打てない。批判が怖くて。うんで 今回のパラリンピックでもやっぱりこれあのー、パラリンピックも最初からねこれ中国でやるっていう <laughs> ウクライナの前に中国でやるっていうので大問題になってたわけそうだよ冬季オリンピックパラリンピックをね中国でやるときに中国ね冬季オリンピック北京万歳習近万歳日本に没落し没さ考中国帝国万歳みたいな感じになるから。 トヨタ CM 出すのこれって。ね。とかって言ってたら、んって、えっまさかのプーチン。ウクライナ侵攻。それが重なってきちゃった。もうすべて吹き飛んだ。ねえ、すべて吹き飛んだほんうん。そんなオリンピックに CM なんか打てるかっていうね。これ別に日本だけじゃない全世界的にそういうことになっちゃったわけよ。 人権弾圧国家の中国<学>でねなんか人権大切にしようとかさ何を言うてるでしかもなんか最近あのえ今日の、えー、これね3月15日段階ではなんうん噂があるよね、うん、でプラス金も支援ねおかしいな,なんかあの平和のための祭典やってる国じゃなかったっけ <laughs> だよね。あれ。紛争に油を注ぐ国。いや、油どころか、もうウラン注いでますよ、これ。ね。うん。だ、そういう。そもそもが。中国で開くっていうことが非常にリスキーだったんだけど。うん、でも。あの。今もうさ。金に止めつけず、オリンピックやってくれるっつったらさ。うん、まあ、中国か、ロシアぐらいしかないわけ。うん、まあ、もうロシアはもうできなくなっちゃう。うん、できなくなっちゃったね。うん。 中国ぐらいしかないのよ。まああとはやっぱり中東のね産油国で。サウジアラビアとか。あっちは暑いからなサウジアラビアで東京オリンピック無理でしょ。あでも、ドバイならできるかも。そうよ、ドバイ手挙げてた。ドバだけど、だけど、あ10月開催を申し出て、却下されちゃったあの。ドバイ、私、15年前に行ったことあるんですけど、真夏ですよ、夏。 デパートにスキー場ついてあよいいだ <laughs> あの人工雪をぶわってやってなんか伊勢丹よりでかいあの百貨店もう伊勢丹のなんか5倍ぐらいあるような百貨店のところにあの人工雪のスキー場しか超でかいでそれであのマクドナルドみたいなあのファーストフード店入っててそこであのマック食いながらこのスキーしてる人たちが見えれるの。 アドバイスだったって。そういう国じゃ <laughs> ありちゃんまさに、湯水のように、まあ、原油があるから、お金が出てきますから。そこならいいけど、北海道って、ちょっと私、最近知らなかったんですけど。<laughs> 原油湧いた。湧くんじゃないの、これから。あ、これから湧く。うん。だったら、大丈夫だ、もう、北海道はもう。最高ですよ。これから。これからも。<laughs> 湧く。予定。 ああ <laughs> そう確かにさでドバイ今万博やってるわけ、うん、なそのドバイでもだよ、うん、あのー、あれよだからえっと、えー、オリンピックをやりたいって手挙げて、うん、でもさすがに7月は無理だから、うん、10月11月にやらせてくれと、うん、って言ったけど あの nbc に拒否されて終わったっそういうねあのいくら金満国家でもまだアメリカのテレビ局の方が上なので、うん、まあアメリカの NBC がもうもうそろそろオリンピックをもう,もうやめようっておって中継すのるのやめたって言えば話は変わっるま即終わるね。うんまあ、うん、だからオリンピックってもうねあのー、コンテンツ的にもまっ 全くそのやっぱりそんなに魅力がなくなってきた、うん、であのー、とにかくスポンサーがおそらくもうつかなくなってくる、うん、だってついたって打てねえんだもん、うん、今が「いやあようやく本番が来た本番来たからじゃあ CM 売って物売るぞ」って思ったら。 なんかいろいろ、やっぱ中国だからやめとくとか、今、ウクライナがだからやめとくとかって、<laughs> 結局打てないのよ。打てないね。そしたら、丸損だぜ。うん。で、札幌オリンピックでは何が予想されるかっていうとさ、これがまたさ、これがまた、今年明らかになってるんだけど、うん、札幌ドカ雪が降るようになってきたわけよ、秋元の壁ですね。うん。で、いまだに予算不足で、 予算と資材、人材不足で、そのどか雪が降っちゃったのは札幌市内で、その雪の捨て場がないとか、うん、その捨てるためのこの重機が手配できないとか、そうん、ということでもう、3メートルぐらいのこの壁が残っちゃってるところが、札幌市内に何箇所もあるえー、今ですね、3月15日にこれ取っているんですが、うん、北海道南部は大荒れの天気、札幌、えー、着雪被害か停電も。 おうええー、これ、もう、あのとんでもない風が吹いてて、雪積もってて、うんうん、まあ雪はね、降るかもしんないよ、札幌オリンピックやったら。<laughs> うん、でもあの、開催できるんかね。そもそもできるのかどうかってい、ねうん、要するに、開催している間に、今回みたいな大荒れの天気になって、うん。 雪がめちゃくちゃ降ってそれでもっと市内の交通が麻痺するとかなった時に、うん、果たしてオリンピックなんかやってられんのかっていうさすごい,やいやそう現実的な本間さんねこう思う人もいるはずですそりゃ今年だけなんじゃねえのとうん、うんね、思うかもしんないけどあの世界のの天候というのはど、ね、どんんん悪くなっていっててるんですえ、他にもどんなことになってるかっていうとです、ね、雪に慣れているはずの札幌で起きた大雪不害なぜこれほどの影響か。 うん、っていうふうになって、まあ、札幌これは2022年の2月19日ですけどねやんのこんなところで危険えー何々毎日新聞によると雪で建物倒壊昨年の場合溶け始めは危険度大、うん、まあねあのー、市長っていうかさの立場としたら それを逆に,逆に利用して国とか何とかから金出させて、うん、でそのほら除雪の設備とかを整えますみたいな、うん、そんなことを <coughs> 多分考えてるんじゃないかと思う,のようんだけ、うん、あ道とか国から助成金をもっともっと引っ張ってで逆,に逆の言い方よ。 オリンピックを無事に終わらせるために除雪機能をあと200%アップさせてください。うん、でもさ、ちょっとここで冷静になって考えていただきたいんですけど、オリンピックってたった2週間しかやらないんですよ。2週間。で、パラリンピックも2週間ね。そのたった4週間のために、もう今の、 何倍もの予算、その除雪費用と、うん、認められると思うか認められねえから無理だよ。普通は。普通は。オリンピックって本当、たった2週間なのよ。うん、でよくよく考えてみると、そのたった2週間のために、札幌市、除雪すらちゃんとできないような札幌市が、うん、そのオリンピックのために、 市長くたった350億出そうとしてるわけ。チェンジオルグで札幌オリンピックの予算があるなら大雪なんとかしろっていう証明キャンペーン始まってますっ、ね、だよね。<laughs> <laughs> でしょう <laughs> そりゃそうだよね。だから何回も言ってるけどオリンピックはたった2週間なんだけどこの。 大雪問題ってもう月つ以上やってるわけよ、うん、この札幌と市民として、うん、でオリンピックまあだからさみんなのね生活がさ成り立たないって言ってる時に、うん、2>, 2週間のお祭りやろうよって市長は言ってるわけよ彼らからしてみたらその市長からしてみたらですよ 市民からすると生活が成り立たない時に祭りとかふざけんななんだけど市長からすると生活が成り立たない時だからこそお祭りを融資するんですっていう。いそうすれば税金引っ張れるんです。っていうんだけどそれは無なざ用の話で、うん、引っ張れるかどうかはわからない。うん、っていうか引っ張っちゃっても1年限りの話だからさ。 翌年は同じことはできないんだよ。うん。本当、まあ、要するに絵に描いた餅なのよ、言ってることはさ。そしてさらに、あ、はい。そしてさらに、電通マンがおっしゃってるように、もしスポンサーが集まんなかったら、スポンサーで1000億集めようとしてるんだよ、だって。少なくても。もしスポンサーが集まんなかったら、 その1000億ってなくてもオリンピック開けるかって言ったら開けないんだから、うん、その1000億はすでに必要経費になってる、うんだだからじゃあその一0もしスポンサーがお金らしてくれなかったらあスポンサーが集まんなかったらその空いた分はどなたの負担になるんですかってえーっと安倍晋三とかが負担してくれるんじゃないんですか <laughs> 安倍晋三2030年まで生きてんのあれ <laughs> <laughs> いや別に生きてるかしかしすごいよね<の>なんかあのー、まあ、えー、コロナが流行りね疫病が起きそしてウクライナ危機戦争が起きでさらに札幌はね、あのー、大雪という天災戦争疫病天災旧約聖書かよみたいな世界の時にですね「<れ>祭りをやるぞ!」っていうのはですね、えー、私今計算したんですけどですね時は 1277年前、<laughs> 西暦745年、ほ<う>東大寺に大仏が建立されました。ルシャラ大仏ね、<あ>これは大も、疫病退散のためにあの、8世紀なんだったらわかる。<laughs> <laughs> うんいろいろ世界が大変なことになって、あ,<ー>あの、<laughs> 大変なことやりましたとこれあの勝武天皇ですよ大変な時代だったんですよ天然痘の大流行でねこの時はもう,もう幹部もいろいろなくなりその上飢饉が起きてさらに大地震ねさらにあの内戦も起きましたいろんな乱が起きたんですよあ確か藤原の博次だったと思うんだけども起きたんだよ九州でうわー大変やー大仏やーって <laughs> いやいや1277年前の常識で考えるとたとま気持ちも分かるだけどあの、うん、今はもう十一世紀だっんでけど阿部 <laughs> の呪いだよ、これはもう。<laughs> そうだね。うん、<laughs> いや、これ <laughs> オリンピックなんてさ、うん、今だっていくつかのメディアではさ、うん、もう存亡の危機とか書かれてるよ、うん、今回。うん 存亡の危機っていうかあの存亡の危機なんじゃなくてもう転びてる、うん、もう俺はね、うん、オアコンだってずっと書いてるけどさだってこの毎日新聞にさあの書いてあるのがあのこの「北京五輪パラ揺らいだ政治的中立存亡の危機指摘も」っていうね、うん。まさにそのとうん。存亡の危機以外何者でもない、うん、っていうか別にやめちゃった構わないけどね、うん 本当あのー、スポンサーが集まらなかったら、うん、そのスポンサーで1000億ぐらいカバーしようと思っている部分が、もしスポンサーが集まんなかったら、うん、これ、第一義的にどこが負担するかって、札幌市だった原油が出てくるから大丈夫なんでしょう、今から、うん。レアメタルとか、出てくるのかなあの、かあパラシウムとか、今、ウクライナ危機で不足してるから。うん もうあの札幌のあの地下掘ったらもうパラジウムだらけだみたいなそういう感じなのかななんか秘策があるのかな大通公園とかこうふわってやったらプラチナパラジウムいっぱい出てきた <laughs> あまあまあ、うん、あとえー、っと8年後だからな、うん、まああ,のあればいいんじゃないですか、うん ちなみにあのウクライナの問題でパラジウムショックっていうのは起きてるんですよ今うんだよね今,今こそデビューのチャンスじゃんお<ー>実はうちにいっぱいあったんだパラジウム実はパラジウムあったんだよ鉄合がよくいけやなパラジウム買っとこっかな俺 <laughs> 今買うって高値掴みじゃんよ今はさえっでもパラジウムあの一時的な危機の時よりかは下がってますよそう、うん、<laughs> まあ,あそういうのがありやねまだいいけど <laughs> まあ現実的にはないわけじゃんよああでその時にね1000億とかまあ見込んでまあ半分集まったとしようよ、うん でもあと半分足りないのよ500億、うん、500億は札幌市民が負担できるんですかって、うん、<coughs> 今あれなんだよすでに350億負担がかかりますよって今すでに秋元市長言ってんだよ、うん、そこにさらに500億乗っかるってことは <laughs> はいチェーンもう1000億円じゃないよ札幌市民 <laughs> 原油が出るんですよ <laughs> もう味噌ラーメンなんかなくなる原油ラーメン もう味噌,う味,噌味噌バターじゃないもん原油ラーメンですああ名物原油ラーメン札幌ブラックが出んのあそう富山ブラックラーメンじゃなくて札幌ブラックラーメンもう原油の象徴うわちなみにあの、えー、富山ブラックラーメンはですね東京で食べてはいけません、うん、富山で食べましょう、うん、そうよあれ富山で食うとあま,ま,ま,<や>まあまついてんかも独特なもんだよ東,東京のブラックラーメンはあの 味が相当マイルドになっております。うん、鳩山の本場で食った。<laughs> マジでしょっぱいだ、これって。<laughs> あれは本当すごいよね。俺 <laughs> も初めて食った時。びっくりして、うん。だから、これから二千三十年までに。えー、っと、札幌で原油が掘られて。ね、味噌バターラーメンは黒色になって、原油の、で、復興した。もう、あの。北の、日本の北のドバイであると。そういう感じ。 それならね、うん、それなら開けん賢治。北海道の国道、県道、市道、ありとあらゆるものはですね、雪が一切積もらないように、まあ、完全なもう設備体制が整うわけですよ。まで行けばね、いいんじゃないってかそれ、うん、そんなこと起きるわけねえだろっていう話なんだけど。<laughs> うん、できないよね。でき,ないできないんだったら、答えは一つじゃないの、うん やめといた方がいいいたうがよっていうね、うん、でさっきのさ一番冒頭で紹介した FNN の、うん、<laughs> 提灯番組、うん提灯「提灯コーナー」の記事、うん、あれ2月の末にやってるじゃん。うん、なんでかっていうと3月の頭からえっ、ー、とほら道民と市民のさ、うん、に対するあの調査やってんの、うん、それ3月頭から始めるから2月の末に打たせた。 クソだなそ<れ>でもまあなんかウクライナ危機とかいろいろ見て電通がもうもう無理だな <laughs>、うん、まあ電通がさじ投げたらもう無理だね、うんうん、やっぱりマイナス要因しかないのよ本当にうんまあ今からだからーのーできる可能性を考えると 札幌で原油がボボボって出てきて、で、えー、次にプーチンがごめん、ごめん、ちょっと間違えたっつって、うかいなちょっとあの俺、宇宙人に見えたっつって、ちょっと宇宙戦争仕掛けてるつもりだったんだっつって、失敗した、ごめんっつって、スーっとこう引いて、ね、で世界は一気に平和に、でコロナがピュンと消えて。うん で日本のあのー、平均じゅ、えー、とー年齢もですね、にうってみんな若返る薬が配明されて、でさらにどん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 ,どんあの GDP が上がって、中国と同じぐらいになればできます。すごいな。それ、<laughs> そうなれる確率はどれぐらいあるのまあ、0.0000% 00ですね。うん、だからやっぱりできない,いな。できねえよ。 できないなやっぱできないのよ。うん、あのねそのさこの FNN の番組もさなんか昔懐かしい記憶をね札幌五輪から50年町と暮らしを進化させた興奮と感動の大会2030年再び招致のポイントはってポイントはって言いながら、うん、これさ ポイントの部分が抜けてんだよこつまり札幌五輪から50年で日の丸飛行隊つうのもいたよねとかさ、うん、あと国際都市への第一歩となったよねとかって言ってるわけ、うん、地下鉄とか住宅とか競技場どんどん町並みが整ってったよねって。うん、で思い出をいっぱい書き貫いてるんだけどじゃあ次の。 2030年をやるためのポイントっていうのは書かれてないのよ単にノスタラジーをあるとまあねれこれはねあの五輪反対してる人たちにも受け入れ難いことではあるんですが日本は終わってんすよもううんあのもう今からね、えー、復活することはないです衰退していきます無理です<あ>なので あの思い出を語るぐらいしかないんですよ。で衰退してる国の中で権力者がねどうやって金を躊躇したいかって考えたら嘘ついて血税吸い取るしかないじゃん。ないね。言ってた。あごめんあのポイントになるのはね招致、うん、のポイント重要なポイント。これ全然科学的じゃないんだけど、うん、橋本なぜかその招致のポイントとなるのは橋本聖子会長の。 ごだけです、はあ、札幌市民、北海道民、皆さんの理解だと思う。はあ、そういった状況を見て、国がどういう支援をしていくのか、非常に手応えはいいと思う。ただ、確実に招致活動を展開していき、勝ち取るためには、勝ち取るにはまだまだ困難だと思います。お前何言ってんだんんだかかわなない頭の中に脳みそじゃなくて、スケート靴が入ってんだと思うな、この人。 つまり、ね、札幌市とか北海道が、どうでもやりたいんだよ、税金持ってくれよって、ね、うん、一致団結して言えば国も出してくれるかもって言ってるのよ。うん、そこがポイントだって言ってるのいや、そこポイントじゃねえだろって。うん、オリンピックって <laughs>、オリンピックってさ、そもそも何のために開くんだっていう、うん、いつもの。 そそもそもあるんだけどそういうものも全部ぶっ飛ばしてやるんだけどねうんだから <coughs> 嘘でもいいから理念って必要じゃんすで、うん、に橋本聖子は理念に何については何も語ってないのよ成功体験なんですよ安倍晋三と共に理念なんかなくても金さえ集めらなんとかなったって思ってんですよ思、うん、ってんねすごいよね まあ本当、あのー、理念がないから、うん、でなんかいや30年だったら新幹線も来るし再び経済札幌市の経済を発展させるためにいやいやちょっと待ってオリンピックって街の経済発展させるためにやるんじゃないんだよ、うん、ってなのにそれが逆転しちゃってるわけようん、うん、東京オリンピックもそうだったのよ、うん、東京オリンピックなんでやりたいのって言ったらいやインバウンドが欲しいんだよ、うん、欲しいんだわ いや,いやオリンピックの理念ってそうじゃないかまあもともと理念なんて嘘っぱちだからいいんだけどさ、うん、まあほんと札幌の場合はあまりにもさらにさらにさらに理念がなくなって札幌市の経済がなんとかうまくいきやなみたいな、うん、いかないって金むしり取られるだけだよまた。はあ だってオリンピックを成功させるために除雪をするとかさいろんなことをするって言って結局それはオリンピックが終わったらあと何の役にも立たないっていうんじゃ意味がないじゃないですか。でそのお金っていうのは誰かが払ったら結局はいつかはそれは回収されなければならないっていうことだからね。うん、使いいいっっぱいで済むっていう話じゃないからです、うん まあ、ほんとねこれ札幌オリンピックやめた方がいいです。うん。あの札幌市民の方々に負担が残るだけで、うん、うん。または北海道民にねうん。じゃあちょっとですね、あのさっきの大仏はいくらなんでも、あのオリンピックと大仏は違うだろうと、うん、いうふうに思うので、やはり祭り 祭り、ねうん、祭りであのー、つながって疫病っていうのって日本で超有名なものがあるんですよ。うん、それは私の0歳から3歳住んでいたところ京都うん祇園うん祇園祭おーおお祇園祭ってあれも、うん、あのー、元はね元は疫病退散ですからね。うん うん、うんあのー、これはね奈良の大仏よりも新しいです。うん、奈良の大仏は七百西暦七百四十五年にスタートしたけど祇園祭りはですねなんとその後百二十四年も後の八百六十九年ですから、うん。おまかんでやる。<laughs> <laughs> まあこの時あの域表が広がったのよ。<laughs> であの平安京のね、まあ、当時の平安京であのすんごいね大きい庭が貴族持ってたからでそこであの国66か国ね当時の県ですけどね今でいうところの県があって66本の矛を建てたと、うん、まあそれがみこしをねあいやええやとこうやってあの疫病退散とこうやったっていうのがスタートうん、うん、まあそれはさあ、うん ってことを当,時もう当時はもうさ、だってそれしかねえじゃん、<laughs> そういうことをやるぐらいしか。って,ってことはさ、あのオリンピックに1兆とか4兆使うぐらいだったら、なんか祇園祭りに1000億やって、コロナが終わったあとは、この祇園祭りをさらに復興させて、こととしての魅力を上げたところのインバウンドに期待とかのほうが、まだこれ、マシなっちゃねえかって思うんですけど。まだね <laughs> あーひでえな本当にねっ、うん、もうそういう、うん、そういうなんだろうなまあ、明確なあれもないのよ、うんまあ、そういう意味ではですね大阪も万博をやめてですね疫病退散のお祭り天神祭、うん、大阪天満宮これこれをやればいいんですよ で万博なんかやってカジノ作るよりも、大阪天満宮天神祭をですね、盛り上げまくって、で、それで、こう、文化の街。大阪に足らない。ね。文化の街。あ、ちょっと今、あの、関西人ヒエラルキーのすごい、ダメなところが出て、本当申し訳ないんですけど、あの、食い倒れじゃない文化の街に大阪はなるとそっちの方がなんか、よくないうん。うんうん なんかオリンピックなんていうなんつかまあ正直そのなんかケ等のの何かよわからん文化に日本人の血税使うよりも既存の文化に使った方がよっぽどなんか,かっこいいと思うんだけど <laughs> ダメだろそれダメよスポンサー集まんないあそれね祇園祭りにスポンサーが集まんなくってでそんであのオリンピックに集まるっていう日本の行動がおかしいよさあもう <laughs> まあ一応それでオリンピックはさ全世界からね、うん、人が来るんで祇園祭りも来る,来るでしょ、祇園祭絶対来るよ、それ,まあそれは来ることは来るんだけどもう、我ながらちょっとノリで言ったけどそういうお祭りを増やしたほうがいいんじゃないのかな。うん まあでもその札幌オリンピックには間に合わんな。祇園 <laughs> 祭りみたいなもんないしな。いやえっ、ー、と一応ですね北海道疫病さん祭りで調べてみたら小樽にそういう神社あるみたいよ。小樽稲荷神社のお祭り、うんで。ちょっとでもまああの個人的に行く分にはいいんですけどかなり。 ここに1,000億 <laughs> <laughs> こに一ってすごいけどね。いやそこにさ東京ディズニーランドみたいなさ、うん、年がら年中人が集まるようなね大規模レジャー施設作るってわかるけど、うん、何回も言いますよオリンピックってたった2週間しかないのよ。 ううもう2週間でペイできますかってそんなもん作っちゃってできないでしょよしじゃあここはあーのー岸田内閣として大転換を図りましょううんあーのー明治時代に行った廃物希釈、うん、でねあーのーもう数多くのねお、あのー、いろんな、えー、寺とかが。 土地を奪われてるんですよ、うん、例えば京都で有名なとこだと清水寺、うん、あれとかね大きさ10分の1になっちゃってるから<ー>ああいうのを復活させて日本に大あのお寺パークを作るんですよ寺寺神社でもいいけど、うん、でもこうグワーってこうやってでそしてそのて。<laughs> 町の文化とかあと長期的に考えたら観光地としてももう成り立つと思うんだけどなでそんでどうせ自民党って神道系とか宗教系から応援されてたろ意味で喜ぶって <laughs> ダ<メ>いやあのちゃんと計画立てて。 道筋立ててできるっつななやればいいいんじゃないのうん電通もなんかそういうどうせやったら長期的に文化資産につながるようなものってかもほんオリンピックよね長期的にとかねそれ地道な活動はね電通従わないんで、ね、<laughs> 一発バーン <laughs> でしかもそれであいつらちゃんと儲けるから腹立つんだけど <laughs> オリンピックがあった時の決算見たら3800億も利益増えてるって。<laughs> そうよらあいつはなんだろう <laughs> でも その電通でつらさじを投げているかもしれないというですね。札幌オリンピック。そうまあ、そうだろうなと思うよね。うん、いくらやったってさ、うん、もうオリンピック魅力がないんだもん。うん、うん、何の魅力もない。魅力がないだけなら、まだいいが。あの危険性があるというん。ただただスポンサーになって、金だけひ、ひたすらむしり取られて。うん、何にも得るものはない。 だってさ、そのもうこれでオリンピックって完全に信用を落としちゃったわけよ。落ちたよ。別にな、金払ってくれるところだったらどっか独裁国家でもやれればいい,やればい,いだろうみたいな、うん、みんなに思われてる。うん、うん、で、そこにスポンサーにつくっていうことは、ね、えー、じゃあ、このトヨタとか何ブリッジストンってあのー、中国を支援してんのっていうね、うん、に思う人も出てくるから、うん だからもう、危険性、危険しかないのよ、うん、あの本当に、あのー、オリンピックのスポンサーになったとしてもさ、もしだってね、まあ、しばらくロシアでやることはないだろうけど、うん、例えばロシアでやることになってたとしたら、大変な騒ぎになってたと思うよ、うん、中オリンピック予定されてれば。うんうん、例えばさ、3年後ぐらいに実はさ、モスクワでもう一回やることに決まってたなんつったらさ、これどうすんだって話になるよね、<laughs> 当然ね。 <laughs> またあの再来か1970年の <laughs> ねソ連の時のボイコットっていうねつまりもはや政治とスポーツっていうのはまああのー、それはねこの辺の地域の大会だったら別だけどオリンピックっていうものにおける政治とスポーツっていうのは完全に密着してるから。うん うん、オリンピックってのはもうそういうものなのよだから政治とスポーツは別だとかさそういうおためごかしはどうでもいい、うん、政治とスポーツが密着していなければ開くことさえできない、うん、巨大になりすぎちゃってす、うんうん、だからやめりゃいいのよ別にそれかギリシャでずっとやりゃいいのよアテネで。 そ,うそこでずっとやってりゃいいじゃん。で昔みたいにそんななんかでっかいことやらずにさ、なんかそこら辺の運動場でやってりゃいいんだから。そう,そう,うんどうしてもやりたいって言うんだったらね、当ててずっとやりゃいいじゃん。あのまあ、クーベルタンがね、ピエールド・クーベルタンが復活させたんですよね、もともとは。その差別主義者として有名な。<laughs> クーベルタンがそ<う> <laughs> 女性には絶対やらせねえとさそうそう、うん、クーベルタン <laughs> 男爵だっ,たっけな、うん、差別主義者じゃないか、うん、ひでえやつだよね、うん、ねそれでそオリンピックって儲かんじゃないかなってかでも発想は一瞬私が言った祇園祭復活みたいな昔あったヨーロッパの文化を持ってきてそれを金をデーんってやって いいじゃんじゃあ祇園祭り日本のピエールド・クーベルタみたいなやつが出てきて祇園祭りをコロナ退散のお祭りとしてやって今後100年200年儲かるイベントお祭り変えたらいいんだよなん,なんで他人の作った他国のしかもあてね <laughs> そんなもののために何でうちらの税金が使われんの福沢諭吉も泣いとるわ <laughs> はあ ダメだこれやってるね,ねアドルフ・ヒトラーの強さと規律に照らされたベルリン大会を他の大会はちゃんとね参考にするようにと言ったピエールド・クーベルタン、近代オリンピックの父。<laughs> で、それをしっかりあの参考にした電通が行った東京オリンピックで税金4兆円、チューンと絞られただけで、2030年、もう一回躊躇したい、はあ、はあ、またあれが欲しいんだよーみたいな感じ。 いいよいよでも俺2030年ぐらいになるとさ今東京はねまだねそうは言ってもこんだけみんなきき生活きっついって言っててもうん、うん、まだやっちゃう余裕があったんだよ、うん、そう言っちゃえばそう,うん、うん、余裕がまだあったの8年後の札幌にその余裕があるとはとても思えないけど <laughs> まあ原油が出ない限り無理ですよ <laughs> ねえ大通公園にパラジウム埋まってるとかそういうじゃ無理無理でしょもう夕張メロンが特産変わって夕張原油もう夕張市はあのドバイみたいになるもう財産破綻ならないいやでも8年後ってみんな年も取るし高齢化進むでしょうああで人口減るしね、うん、札幌市の人口劇的に右肩下がりなわけですうん、うん で日本の国力もどん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 弱まってい、うん、さらに今よりもさらに円の価値が下がっていることも十分考えられるわけですね、うん、怖いわ恐ろしいで今今でさえさ、うん、秋元の壁だって言って今でさえ除雪できない状況でしょ、うん、でこれがさじゃあオリンピックをやるからというその オリンピックやってる年だけ除雪されるかもしれないけど、うんうん、そのこれからの8年間、うん、7年間が常に除雪なんかがちゃんとできるって、うん、誰が保証してくれるんだって。うん、で、逆だよ、きっと、オリンピックをやるために毎年、積み立てなければならないんです、ね、うん、オリンピックで350億必要なんで、えー、これから8年間でそれを分割して貯めていきますと、うん、その予算を。うん で貯めてくってどうするのっつったら、えーえー、と市民サービスからあっちから引っこ抜いてこっちから引っこ抜いてって、うん、そういうふうに貯めていくしかないわけじゃない、うん、だっていきなりさオリンピックの年に350億円がいきなりポカーンって出てくるわけじゃないだろ <laughs> そ,そ,それだから原油だよ原油原油,が原油しかない原油かもう大通り公園掘ったらパラチューブが埋まったとかじゃないと無理だっう <laughs> だやめたあのなんかねそうだからこの FNN のさこのね記事ねこのまさに昔の幻想札幌五輪から50年あの時はあの時札幌五輪やれてよかったっていうね幻想なのよもうそんなね時代もうそんな日本の国力も衰えて、うん、金もない。 原油も出ないでその時にじゃあでスポンサーも集まらない、うん、スポンサーがいなくなった分を国が出してちょうだいって言っても国ももう金がないそしたらお前それでもさオリンピックやるって一旦契約しちまったら IOC と、うん、死んでも離婚しなきゃならないんねうんひどい話になるからさまあ札幌財政破綻だね安倍晋三の呪いとバッハのぼったくりで。 だよ、ね、ほんと真剣に考えないといけない、うん、だけどだけど今北海道のあごめん札幌市の議会で明確に反対してるのは共産党だけうん共産党偉いね早かった今回は、はい、早かったね、うん、だけど立憲とかはさあオリンピック賛成に乗っかっちゃってるからさ、うん ああこういう時にはダメなんだよね。こういう時にこうやっぱりね自民党叩いてさ中止させるとかさ、うん、だって誰が見たって無理だろうって。うん。誰が見たって無理なものをなんか変な幻想を抱かせて引っ張ってもダメだって、うんうん、それをさ政治家の責任としてダメなものはダメだって言わないと。 大赤字になるねこれ本当に驚しいよねで普通の企業だと赤字ぶっこいたらね責任者が責任取って破産して終わりなんですけどいいんですか札幌市民の皆さん躊躇されますよ北海道になりますよで結局全国になるんですこれうん、うん、そうなのよ <laughs> どう見ても8年後は国力がさらに細っていると時間を超えな、ね、い、うん そんなオリンピックに無駄金1000億とかつぎ込んでるような場合じゃねえぞっていう。うん、うん。秋元の壁が8年後にすいすい解消されるっていう保証は全くない。うん、どころか、うん、さらにひどくなる可能性の方が強い。そうですね。うん、日本のね、そい市町村のさ、うん、いわゆる住民サービスっていうのは、 これから悪化の一途をたどるって言われてるわけじゃない。うんうん、なのにオリンピックの時だけよくなるなんて誰もなの全然全く、うん、誰も保証してくれてない <coughs>。だからほんとこれやめた方がいいぜ。やめましょうよ。まさに札幌市民の人本当とこれやめた方がいいよ危険だよっていうね。<coughs> まあそんなわけで今日は本間さんともうずっと追いかけている人はね。 あの知ってはいると思いますがオリンピックの悪夢、ね、でなのでぜひね本間さんのこの東京五輪の滞在を札幌市民は全員買って195万人全員買ってでそれから考えましょう、ね、来たなな、うん、すごいんだけどなねでそしたらあのど,どこで買えるかっていうとひと万冊の、ね、ホームページにあのこの特別バージョンと普通バージョンどちらも買えるようになっておりますからぜひね見てほしいなというふうに思うのと。 あとね、うちらが原油がね掘れるね可能性はないんですよ。本間さんの、ね、お庭にパラジウムが埋まってる可能性もないので、ちょっとここら辺でこう3000円とかクリックして、寄付本間さんへっていうふうにやってほしいなと思うわけでございます。そのリンクも調べてくださないが、ポロニウムならあるかもポロニウムはやめてくれ。ロシア批判はしてるけど、被爆して死んじゃう。ソルズベリーの事件みたいになっちゃうから。<laughs> イギリスであったから、ロシアの人が、実際に。 恐ろしや。恐ろしや。もうマジで。<laughs> はい。えー、なわけで今日も読書、チャンネル登録といいねよろしく。それでは。よろしお願いします。おんちゃん、バイバーイ。おんちゃん、バイバイ、バイ。